うまくいくことを願ってるぞ。稲妻の後は、そうじゃな、スメールに行くのが楽じゃろ。スメールか。これまでにもたくさんスメールの学者には会ってきたぞ。うむ、スメールは知恵の神を持つ国。彼らの知恵と知識の探求は止まることを知らぬ。じゃがその執着は時に不可解なことにつながることもある。例えばスメールでは知識は資源として統一管理されているんじゃ。知識が資源？うむ。じゃがその決断をしたのが賢者たちか、クラクサナリデビかはわからぬがな。クラクサナリデビ？なんか可愛い名前だな。お？知らぬのか？クラクサナリデビはスメールの信仰する神であり、スメール人が使う彼女への愛称じゃ。何時らも彼女に確認したいことがあるんじゃろ。Attention!